さて今日はさよなら渓谷に出ている大西志麻さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。志麻さんとはさよなら渓谷でご一緒していて、初日だけやれなくてすいませんでした状態なんですが。ですよね、あのヒット祈願と、ね、完成披露やっていただいて、あ、ツタヤか、あれね、ツタヤでって笑っちゃいますけど、でもいろいろすごいたくさんキャンペーンやってたんですよね。そうですね、まあ比較的やった方ですよね、うん、どれぐらいやりました？まあでもそのなんだヒット祈願と完成披露とツタヤと、その他にはまあ名古屋大阪とかの地方キャンペーンやったぐらいで、あとあれだ、キーチンみたいのも結構何回かあの試写会やった後に、まあ監督と一緒にキーチンみたいのも2回か3回やったぐらいですかね。そこにプラスあの取材が入るわけですよね。そうですね、はい。今までで一番やってますか？キャタピラーの時も結構やりましたけど、まあ、でも今回の方が多いかな、やっぱり。やっぱりこう、話がこう一言でなかなか言えないじゃないですか、この話。だからその分そういう取材とかでちゃんとあの自分の言葉で伝えるっていうことの大事さがこの作品特にあると思うから、でもさよなら渓谷やりながら思ったんですよ。どうしてもほら秘密にしすぎちゃうと、お話ができなくなっちゃうから、はい、大森達史監督ももうほぼネタバレやんって言いながら喋ってたじゃないですか、はい、そこら辺の部分っていうのもね、取材でも大変だったのかなと思います。そう、まあタイトルで映画の内容がさっぱり分かるような話ではないから、どうしてもその内容的なことに踏み込まないとお客さんにこう興味を持ってもらうことがね、なかなか難しくて、どうしてもネタバレになってしまうのもしょうがない部分あるなと思っていて、まあ監督もいろいろね、そういうふうに言っていたけど、でもまあしょうがないですね、この作品に関しては。完成披露の時ですよね、井浦新さんが、いやもう大西志麻くんがね、ずっと願っていた映画を映画化できて、ね、出演しておめでとうって言ってましたけど、どれくらい前からずっとこれを映画化したいと思ってたんですか？いや、まあ、あの一読者としてさよなら渓谷はもう刊行当初から、だからもう5年ぐらい前からは、その大森監督と映画化うんぬんというよりかは、あの読んだ本としてこうずっと盛り上がっていて、で具体的にこれが映画化できるってなったのは去年の夏、おととしの夏とか秋とかそのぐらいですかね、具体的に動き出したのは。だって吉田修一さんってこと人気作家さんじゃないですか、はい、その原作権取るってことからまずすごい大変ですよね。ですね、だから当初その刊行直後にやっぱりいろんな人がこう原作権取りたくてやってたみたいなんだけど、でもその時に自分たちはそれに対してこう参戦できるような状況じゃなかったから、まあ誰かが映画にするんだろうなと思っていて、でも何年経ってもなかなか聞かないから話を、でどうなってるんだろうかっていうことでこう探りを入れてもらって、そこからですよね。すごく、まあ、そういう面ではあの運が良かったっていうか、これをね自分たちにやらせてもらえたっていうのは、すごいラッキーだったなと思ってます。それこそすごい嬉しいですよね、その瞬間って。だってずっとダメかもしれないけれども願い続けてたわけじゃないですか、はい、やれたって思った瞬間ってどんな気分だったんですか？いや、もちろん嬉しいんだけど、でも、まあ、話がこうになかなか2点3点したりとかして、こう本当にでも確実になったのってクランクインする3ヶ月前ぐらいかな。やっぱりあの、まあ、原作権はもらっていたけど、そのお金の問題とかいろんなあれでインできるかどうかっていう、まあ、規模感も含めてなかなかそれあのプロデューサーサイドが頑張ってくれてできたけれども、やっぱりこのさよなら渓谷ってね、それだけ原作の力があるあれをやるときにそこそこの規模感でやらないと
もったいないから、うん、でもまあ今時なかなかさよなら渓谷ぐらいのこうバジェットって少ないじゃないですか。本当低予算かもう億を超える、ね、どっちかでなかなかこういうミドルバジェットっていうか難しい中で、うん、でも低予算でやるにはあまりにも惜しいっていうことで、あのみんなが頑張ってくれて、でも本当そういう面で確定したのは3ヶ月前ぐらいだった気がしますよ。あのできるかできないか分かんない状態がすごく長かったから、うん、その間が一番あのストレスでしたね。私ね、初めからもうもともと原作読んじゃったものは致し方ないとして、映画が決まった時点で読まないようにしてるんですよ。ああ。なんかこう映画見てから本読みたいと思うんです。はい、だからさよなら渓谷、実は吉田修一さんにも悪いんですけど、はい、まだ読んでないんです。ああ、そうですか。そう、そうなんですよ。だけどね、映画見た時にすっごいその、あ、きっとこれ本を映画化したいって思った理由っていうのは、その人がすごく得意じゃないですか。だけどもしかしたら心の底でどっかみんなが持ってるかもしれない感情かもしれないみたいな言葉あるけど、普通じゃない部分がいっぱいあるじゃないですか、うん、はい、なんかね、そこに興味を注がれたんですよね。ミステリアスなんですよね。でほら、その人の性格っていうのが全面的に出てこないようにもなってるじゃないですか、うん、はい、それが面白くって、見終わった後にああだこうだ考えちゃうんですよね。まあ、自分結構そのリアリティを感じていて、最初から、うんうん、なぜかって言われると分かんないんだけど、こうどうしても特殊な状況のように思われるけど、でもありえるなってすごく思っていて、うん、そこがすごくやりたいと思った大きな理由で、なかなか、ね、こう分かりやすい話ではないけれども、でもその分かりにくいところをちゃんとやることによって確かめたいというか、こう本当にその場に自分が身を置いて何を思うのかっていうことを取りながら、ずっと、まあ、マキさんとやりながら、うん、考えていたような気がしますね。普通の人ではこう簡単にパッとその2人の関係性っていうのがこう理解できないような、すっごい深層心理の部分でつながってるんだけど、そこのつながり方っていうのも独特っていうのがこの映画の魅力だと思うんですよ。けど私この映画で鬼島さんとこう会いながら、鬼島さんってやっぱりそういう少しこう何ですかね、こうキャラクターに対してもすごくこう難しいものに挑むのが好きなストイックタイプなんですか？いや、そんなことないんだけど、そういうのしか呼ばれないだけで。だって私その前から知ってるのって赤飯十夜滝と、はい、あとキャタピラーじゃないですか、はい、もちろん他のね、あの若松浩二監督のには出てますよ、はい、ただ一番インパクトあるのはその2つなんで、はい、絶対なんか普通の役は気に入らない人なのかもしれないまで思ってたんです。いやいや、そんなことないんですけどね。普通の役をなかなかやらせてくれないんですよね。それ聞いたことありますか？新戸源次郎監督とか、あの若松浩二監督に。あ、まあ、若松さんはね、またこう自分のことをすごくよく分かっていてくれた人だから、あの例えば海援ホテルブルーって、うん、作品の時とかもあの自分のために役を作ってくれたりとかして、うん、原作にないあれでだけど役を作ってくれたりとか、こう自分に合ったものを、うん、すごくやらせてはくれたんですけどね。まあ、新田さんの場合またちょっと違って、あれはもう赤目っていうあの原作ありきでもう全部話で最初からあの進んでったから、で、うん、あれに関してはもう役に合わせて自分をどんどん作っていくみたいな感じで、自分に合わせるんじゃなくて役に合わせる感じで赤目の時はいて、で若松監督の時はどちらかというと自分に合わせて役を若松監督がってくれるみたいな部分が多かったですね。キャスティングしてる時点でやっぱり要素があるわけですよね。うん、新戸源次郎監督はなんかこう言われたことって覚えてることありますか？いやー、まあ、多分たくさんあるし、ものすごくあの
準備から含めて3年ぐらいずっとあれしてたから、ものすごいいっぱいあるはずなんだけど、今急に何か言えと言われたら思い浮かばないな。インパクトのある監督ですしね。すまあそうですね、映画というよりかはもうその人生そのものとしての自分の中で占めてる割合がすごく大きいので、新田さんにしろ若松監督にしろ、それは、うん、まあ自分がこの仕事をやっていく上でそれは変わらないですよね。この先誰とどんな仕事をしたとしても間違いなく一番影響を受けた人たちであることは間違いないですね。若松浩二監督が生前そう、この間出てもらった日本映画プロフェッショナル大賞、はいはいはい、井浦新さんが主演男子を取って、で監督賞を取ってっていう時にね、花束贈呈で来ていただいたわけですよ。それもサプライズで、はい、ね、映画祭ってその若松浩二監督よくこう来ていただいてたんですけど、お会いした時に前に何年前かな、こう、あ、そうだと思って改めて名刺をと思って名刺渡したんですよ。で、私の名刺って映画パーソナリティと実はね、心理カウンセラーっていうのも括弧で入ってるんです、はい、でそれってすごくこう人の心理っていうのをこう勉強したいっていうのがあって、映画を見るやり方もそうだし、インタビューすることに関してもっていうので学んだんですよ。で若松浩二監督に何これって聞かれて、心理カウンセラーっていうことに対して、はい、そしたら私が、いや、人の心をやっぱりほら知るっていうのは映画を見る上でも映画を作ってる人の人だから重要かと思ってって言った時に笑ったんですよ、うん、若松浩二監督がはーんって言って、あ、そうみたいな感じで、初めなんでこの人こんな風に笑うんだろうと思って、ちょっとバカにされた感も感じてたんですよでも後々そうだよ、若松浩二監督はそう思うに違いないよなって思いません？まあ、若松監督は本当そういういわゆるアカデミックなことをどんどん排除して、その直感というかね、こうそこで突き進んで、まあ、作品もそうだし、そういう人だからなんじゃないですかね。私も思いました。で、ほら、すごく現場で全部体感してる方じゃないですか、うん、だからきっと人っていうものは人とぶつけられないとっていう部分を考えてるんだろうなって、家に帰ってからもう一回考え直して、うん、きっとそうだろうな、だからああいう絵になるんだなっていうふうに思ったんですよね、うん、でもそういう面ではあれですよね、今回の大森監督も匂いとしてはとても同じものを現場で感じましたけどね、うん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 、やっぱり、まあ、さっき話してた荒藤さんのところ出身なんで、うん、大森監督も自分もそこでずっと何者でもない時にもう本当大げさじゃなく1年365日のうち350日ぐらい一緒にいるみたいな期間がかなり長い間あったから、そこでやっぱり感じたことみたいなのは、うん、仕事をしていく上でのベースになっているから2人とも、うんうん、そういうのは実際、まあ、今回初めて仕事としては一緒にやったけど、彼とだけどすごく共通してる部分は感じましたよね。で、若松監督も、まあ、全然違うけれども、でもやっぱり同じ匂いというか感じはしていて、そういう面で結構似た人とばかり自分は仕事をしてるんだなってことを改めて思ったりはしましたよね。島さんの中でこう撮影現場いろいろ体験するじゃないですか、はい、それも癖のある監督たちの、はい、でもすごく人情味があふれるというか人間っていう感じの、はい、で、あの映画のあそこのシーンもすごく俺の中でもこう強烈な思い出になっているよっていうような演出のされ方とか、自分でこう葛藤したシーンってどこですか？まあ、演出はあんまりしないんですよ、大森監督っていうのは。その細かい指示を全然しなくて、まあ、それ若松監督もそうなんだけど、本当にこう状況だけ作って、空気だけ作って、その中にまあ俳優たちを放り込んで、あとはもうその場でちゃんと呼吸してくれっていう感じで、だから演出としてそんなにこう印象に残ることってないんだけれども、でも作品全体で言ったら印象的なシーン全部が自分にとってはそうで、うんうんうん、で、まあ、でも一つ挙げるとしたら、自分がやったとこじゃなくて好きなのが、奈緒さんと鈴木杏さんの二人が真木さんから話を聞いて帰りの車の中で
こう喋るシーンあるじゃないですか、うんうんうん、でどこまで描きますっていう、あそこはすごい好きですね。なんかこうやっぱどうしても自分たち中心に話は行くんだけど、でも、うん、あそこでこう奈緒さんたちのこう人間性みたいなこう人情味みたいなのが見えるじゃないですか、うんうん、あそこはなんか脚本の段階からすごい好きで、お客さんがどう思うか分かんないけど自分的には一番泣きポイントはあそこなんですよね。あ、泣く。あ、でもあそこってすごく見てる人にちょっと心を落ち着かせてくれる部分なんですよね、うん、あ、そうだねみたいな。一番ほらあの鈴木杏ちゃんの役が私たち側に近いじゃないですか、はい、だからそこでちょっと納得できるというか、うん、モヤモヤ感が。へえ、じゃあ志麻さんがあのすごくこう自分の俳優人生を変えたこう一本というか現場ってどこですか？まあ、連合赤軍かな、やっぱり。お、若松監督の、はい、多分、うん、そのまあ、自分赤目やってから映画5年ぐらいやってなかったからで、まあ、久しぶりというかほとんど初めてに近いような感覚であの厳しい現場に行って、そこでこう目が覚めたというか、あの、うん、そういう思いをいっぱいしたんで。いや、私あれ見てる側もすごい辛かったんですよね、うん、もうなんか人ってあんな風に追い詰められていくと、はい、一つのことにこう没頭し始めるでしょ、はい、要はあの連合赤軍実話ですよね、あれを映画化するにあたって、なんだろう、本当にそこに自分がまるでいるみたいになってくるじゃないですか、はい、見てる側もそうなの。あの狭い小屋の中でこう、まあ、今で言うといじめになっちゃうんだけど、そうじゃない、まあね、見方でもあるわけですよね。そこら辺のなんていうの、追い詰められ感もう苦しくてしょうがなくて、あれ出てる側の人たちも相当そうなるんじゃないのかなって思っちゃうぐらい。いや、本当ね、芝居という感覚があんまりなくて、もう多分自分以外の人もみんなそうで、うん、あの作品に関しても、うん、本当に合宿生活で ああいう風にみんな一緒にいて、で狭い社会の中にいるとそれが全てになっちゃうんですよね、で当時の彼らも多分そういう状況であったわけだし、で、まあ、今回さよなら警告やるにあたってもそういう集団心理の怖さみたいなものとかも、うん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 、連合赤軍やったからこそこう自分自身感じるものもあったりとかしたし、まあ、キャタピラーでそういう戦争犯罪みたいなものをやったからこそ今回さよなら警告ああいう題材を扱うことに関してやっぱり最初からこう自分なりに思うことがいっぱいあったりとかして、うんうん、そういう面では全部つながってるかなとは思いますよね。こうすごくこうストイックな映画ばっかりじゃないですか、はい、こうハッピーな映画に出たいとか、いや、ラブな映画に出たいとか、まあ、うーん、話があればね、あれですけど、あ、でもそういう面では熊切さんとやったあの文豪っていうのがあるんですけど、はいはい、私あれ好きですよ、うん、あれとかは自分の中では画期的でしたけどね。で、ああいう風に使ってくれた熊切さんってやっぱすごい、なんていうか、すごい勇気だと思うし、自分をああいう役で使うってなかなかねチャレンジだと思うんだけど、まあ、その分自分もいい気に感じてやったし、あの、はい、自分の中の転換点としては結構大きいんですよね、熊切組のすごい、なんかじゃあみんなすごいこう可愛い映画かなって思っちゃうかもしれないけど違うんですけどねまあでもそこから比べるとそうですもんね、うん、また熊切さんも考えたら、ね、独特の味を持った監督ですもんね。そうですね、うん、だから大森監督と熊切監督はすごく似ている部分があって、あの現場の感じっていうか、うん、現場での言い方っていうのかな、こう近い感じですよね。あのもう親方としてこう、うん、ドーンと構えていて、こうあんまり細かいこと言わずにいる、そういう重いい意味での重さみたいなのがすごくあって、うん、同年代なんだけど本当に頼りがいがある感じでしたよね、うん、志麻さんがじゃあこう自分の中ですごく影響を与えられた映画、うん、見てる側でですよ、はい、何ですか？自分が出てるってことじゃなくて、うん、じゃなくて好きな映画。好きな映画はベタだけどゴッドファーザーなんだけどとか。ゴッドファーザー、それは 1,2,3 と、まあ、特に2ですけどね。でもそれ多分とてもみんな言うことだと思うんだけど、うん、その辺自分の場合すごく特殊じゃなくてベタなんで
普通に好きですよね。どのキャラクターが好きなんですか。いや、やっぱあれでしょう、アルパチーノでしょう。やりたいと。まあやり、うん、ああいうのはね、なかなか日本で難しいと思うし、こうだけどああいうのはやってみたくはありますよね、すごく。かっこいいですよね、うん、私も大好きなんですよね、あの男の子、なんだろう、なんか生き様みたいな、うん、で父と息子の関係っていうのもすごくね、あの男の人で影響を与えられるのかなまで感じるぐらいの、本当にこう近い近い血の感じが、うん、でじゃあこう可愛らしい映画を見たりしないんですか。あんまり見ないかな、なんか、うん、例えばツタヤとか行っても、うん、どうしてもそういうのばっか借りちゃうんですよね。ラブコメディとか見ないんですか。あ、うん、ほぼ見たことないかな、なんか、いや多分きっかけがあれば見るんだけど、自分からなかなか行ったりしないですよね、そっちね。ということはやっぱこうストイックな男のドラマ系に行っちゃうんですか。まあ、ストイックかどうかわかんないけど、どちらかといえばそういう傾向があるとは思いますね。はあ、そうなんだ。意外と今私志麻さんの意外な一面を探そうと一生懸命してたんですけど、そうなんですね。全然ね、意外な一面ないんですよ。そんなこと。でも大丈夫。みんなすごく、ほら志麻さんのことすごい、なんかトークも真面目な人なんだってみんなほら言ってたので。どうなんだろうってずっと思ってたんですよ。あれはね、マキさんがやたらとこう言う、うん、マスコミの前でそういうふうに言って、それがこう浸透しちゃってるだけで、全然そんなことないんだけど。ただやっぱりあの、うん、いろんな舞台挨拶とかそういうトークショーみたいな今までやってきたけど、どうしても作品として重たいのが多かったから、うん、そういう内容にならざるを得なかったっていう部分はすごくありますよね。どうしてもね、そういう連合赤軍にしろ、ケタピラにしろ、そういう実際の事件だったりとか、こう戦争であったりとかっていうことを語る上でふざけてられないでしょう、っていう部分はすごくあって、それが、うん、染み付いちゃってる部分はあるのかなと思いますけどね。なかなかこう軽い感じの楽しい感じの作品に自分は出てないから、うん、どうしてもそういうトーンにはなっちゃってる部分はあるかなと。あの赤目四十八滝から連合赤軍まで5年空いてたって言ったじゃないですか、はい、ということは役者として結構いろいろすごく悩んだりとかしたのかなって、うん、なんか結構例えば大森監督のデビュー作のゲルマニウムとか、うん、ああいうのも自分出てないけれど関わっていたりとかこうして、な俳優云々というよりかはこう映画全体の中でこう忙しくはしていたんだけど、でも本当気づいたら 4,5 年経っていたみたいな感じで、うん、辞めていたわけではないんだけれども、なんか別のことに没頭していて、本当気づいたらそのぐらい時間が経ってたって感じですね。でそれで、まあ、さっきも言ったけど若松監督の連合赤軍で再び俳優やり始めたみたいな感じだから、うん、もうでもとなればもうずっと続けてね、がなきゃいけないって若松監督のことも考えると、まあそうですね、うん、結局今の自分があるのは若松監督がいたからだし、うんうん、それはすごくなおさら思うことではありますよね。で特にこの作品やってる最中にあの事故があったりとかしたから、うん、そういう部分では思うことはたくさんあるけど、うん、まあなるべくねこの作品が多くの人に見てもらって、またそういうふうに映画を作る機会を得ることができればいいなとは思ってますけど、うんそうですよね、なんかね出てるだけじゃなくてその作りたいものに出るっていう、その映画を作るっていう一つに関わってるんだろうなって志麻さんと喋ってて、あの新田さんもそうですけどね、そう思ったんですよね、うん、やっぱり新田さんにしろ若松監督にしろ、その本当小さな事務所で、うん、数人でねこう企画から、まあ、撮影で宣伝して配給して、うん、で全部自分のところでやってる人たちと自分は
関わっていたから、それがすごく自然なんですよね。こうよくこう俳優なのになんでそんなことまでやんのみたいな言われたりするんだけども、それも正しいと思うんだけど、自分は出身がそういうところだから、そういう全的に関わる一本の作品に対してっていうのはなんか全然違和感なくて、むしろ当然だと思っていて、まあそういうのがあるから多分今回このさよなら警告やることができたんだと思うんだけど、そういうベースがなければやっぱりなかなかそういうふうにはね、自分から発信しようとは思わないかっただろうし、そうですね。だからさよなら警告ぜひ皆さんもね見てもらいたいと思います。なんか作るって出るってこういうものがすごい残ってたらいいなって思った出会いでありました。はい、はい、ということで大西島さん本当どうもありがとうございました。